皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の太宗でございます。なんかすごい、さっきからなんか気になってるんですけども、なんかとってもなんかここら辺青いですね。なんかすごい青いなとさっきから気になっておりました。青い滝沢でございます。どうもこんにちは。まあ、それはどうでもよくて、今回の動画はまたこう上手い人っぽく聞かせるにはどうしたらいいかという話の延長線上で、ビブラートにフィーチャーしてお話をさせていただこうかなと思います。ビブラート。まあ、皆さんご存知のとおり、ビブラートというのはその音を揺らすテクニックなわけなんですが、ビブラートをうまく入れられていると、なんかこう歌うようななんかこう、ね、聞こえ方になって自然な感じで柔らかくて、でも逆にそのビブラートがうまく入れられていないと、なんかこう硬いというか、ぎこちないというか、なんかこう不自然な感じに聞こえてしまうと、なんかその印象になってしまいがちなんですよ。なので、まあ、この動画の中でこのビブラートを一緒に練習していって、おお、うまい人っぽく聞かせてやるぜというふうにこう行きたいところなんですが、いかがお過ごしでしょうか。そんな感じで今日はビブラートを練習していきたいなと思います。じゃあ、早速ギターを取っていただいて練習をしていきましょう。フレーズは何でもいいんですけども、3弦の5フレットからスタートしましょうか。3弦の5フレット。3弦の5フレットを、じゃあ薬指で押さえていきます。そうすると、ドの音が鳴ります。ド。で、その次は7フレット。レ。で、その次は9フレット。ミ。これをちょっと順番に弾いてみましょう。こんな感じです。で、その次、12フレットのソの音に行って、まあ、こんな感じでチューリップのメロディを弾いていこうかなと思います。ソ、ミ、レ、ド、レ、ミ、レまでいったらまた繰り返して、で、その次、12フレットに行って、ソ、ソ、ミ、ソ、ラ、ラ、ソという音ですね。で、ミ、ミ、レ、レ、ドで終わるという、まあ、その内容でございます。まあ、このチューリップの歌のメロディーはさすがに聞いたことがあるかと思うので、ポジションを探れば、どこを弾けばいいかはわかるかと思います。したがって、ちょっと割愛させていただきまして、ビブラートの説明に入っていきましょう。薬指でそれぞれ今、音源をしているんですが、基本的に、まず基本のビブラートの入れ方として、ロングトーン、音を伸ばすときに入れていくというのがまず基本です。この歌の場合だったら、ド、レ、ミ、ここ。音を伸ばすときにビブラートを入れていきます。ちょっと弾いてみますね。ちょっと聴いてみてください。こんな感じです。入れて、で、ビブラートして。こんな感じでビブラートを入れていくわけでございます。ちょっとやってみてください。ロングトーン、伸ばすときにビブラートをフュ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 と入れていくと。ちょっと練習どうぞ。で、その練習をしていただいている間に、そのビブラートの危ないビブラートのコツみたいなことをお話しさせていただきたいんですが、まあ、3弦の5フレットをその弾くじゃないですか。そうすると、ドの音が出ます。で、この縦揺れビブラートでも横揺れビブラートでもどっちでもいいんですけれども、まあ、縦揺れの場合、そのドの音からちょっとこの音程が上がるわけですよね。音程が上がって、で元の位置に戻して、また音程が上がって、元の位置に戻して、音程が上がってという感じで、まあ、こうやってほにゃ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 と音を揺らしていくわけなんですが、ポイントとしては、この速さと高さを均一にするということです。速さと高さを均一にする。あるときは大きい、あるときは小さい、あるときは大きいってやっていると、すごいこのぎこちなくなってしまうので、均一にしていくことがとても大事です。なので、言ってみれば、その速さとか高さとか、それ結構何でもいいんですよ。なんかそれがもう個性につながったりとかするので、すごいこの速く、ちっちゃいビブラートをする人がいてもいいと思いますし、すごい大きく、ゆっくりなビブラートをする人がいてもいいと思います。けれども、どっちのビブラートをする場合でも、速さとこの音程差、音程の高低差、これを均一にすると自然に聞こえると。ちょっとこう極端に悪くやってみると、なんかこの。なんてやっていると、なんかすごい
なんかこう落ち着きのない人みたいな、なんかその印象になるじゃないですか。こうじゃなくて、どのぐらいの高さでも構わないので、音をゆっさ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 と揺らしていってあげる。そしてこれを均一にしてあげるということがとても大事になってきます。ちょっとそんなことを心がけながらちょっと練習をしてみてくださいませ。こんな感じです。で、もう一つ、ちょっくらそのビブラートのコツがありまして、縦揺れビブラートでちょっとこの、なんかやってしまいがちな過ちなんですけれども、まあ、どの音からその、ね、ビブラートをするために、まあ、軽いチョーキングをするわけですよね。この音程をちょっと上げてあげるわけです。ちょっと上がりました。イエーイ。で、このちょっと上がった状態から、元に戻さずにこの辺で揺らしちゃうパターン。意外となんか僕もやってしまいがちですし、結構いろんな方やってしまいがちだと思うんですけれども、こうするとその、どのこの基本の音程から、ね、常に外れた状態で音を揺らすことになるので、ちょっと音痴な人になっちゃうじゃないですか。これはできれば避けたい。どうしたいかというと、この波を全体的に下のほうにぐっと持っていって、上げて戻すときにはちゃんとどの音に戻して、この波を作っていってあげるということです。どの音を基準にしてその音を揺らしているので、ここを基準にしたら音痴になってしまう。なんか失敗している人になってしまう。落ち着きのない人になってしまう。なんかうまくない人になってしまう。まあ、そういうことなわけですよ。なので、その上げたら戻す。ちょっとこう力を解放してあげる感じです。ちょっとこうグッと引っ張ったら戻す。引っ張ったら戻す。こんな感じ。なんとなくそのホールドするの、虫がホールドするそのやり方がうまくなってくると、ギターがこうちょっとゆっさ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 してくるかと思うんですが、まあ、そんな感じで、均一にするということと、元の音程に戻す、この2つをめっちゃ気をつけて練習をしてみてくださいませ。で、ちょっとビブラートのやり方についてちょっとお話をさせていただこうかなと思います。ちょっと気をつけるポイントはもう終わりにして、やり方。薬指でビブラートをする場合、上に上げるやり方と下に下げるやり方、そして横に揺らすやり方があります。上の場合はチョーキングを小さくする感じで、このフフフフフフと弦を持ち上げてあげるような感じです。ちょっと持ち上げてあげて、力を解放して戻す。で、ちょっと引いて上げてあげて戻す。こんな感じです。で、下の場合は少しこの手首で引っ張る感じですよね。ちょっと弦を下に引っ張って戻す。引っ張って戻す。引っ張って戻す。で、これを細かく、ひょい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 とやってあげるわけです。で、3つ目、横に揺らす場合は、この薬指を支点にして、この手首をグググと横に振れ、なんていうのかさ、この振るといいますか、なんか横にこうずらしてあげて、まあ、こんな感じで音を揺らしてあげます。1番と2番を打つと、こっちとこっちの場合は、その音のこの変化が激しいですけれども、横揺れビブラートの場合は結構マイルドな響きになりますよね。そんなにこのハードロックな、ハードロックじゃない感じ。やっぱ縦揺れとかだとこう、みたいな感じでなんか強く揺らすとちょっと面白くなったりとかするんですけれども、横揺れの場合はちょっとマイルドな感じです。別にこれはどれが正解とか、どれがいいとか悪いとか、そういうわけではなくて、どれが好きか、どれがやりやすいかという話なので、ちょっと3通りやってみていただいて、なんか好きなやり方を見つけていただけると嬉しいです。で、その次の練習、薬指で今やりましたけれども、これを全部の指でやってみていただきたいんです。薬指でやるのが多分一番やりやすい。と思います。で、その次にやりやすいのが多分中指ですね。中指。なので、次の練習としては中指で。まあ、こんな感じで、その中指で練習をすると。中指のときも上でもいいですし、下でもいいですし、横でもいいです。ちょっと好きなやり方を見つけて練習をしてみてください。もしくは全通りやってみるというのもいいと思います。で、その次、小指。こんな感じです。で、最後に、何気にやりづらいのが人差し指です。人差し指が多分一番やりづらいと思います。
特にこの人差し指でこの上にやるビブラートが一番やりづらいんじゃないのかなと思います。でも、正直、あんまりこの人差し指で上にビブラートすることがないので、ちょっとこれは練習しなくてもいいかなと思うんですけれども、でもたまにその一弦でこのビブラートしなきゃいけないときがたまにあったりとかするので、ちょっと真面目な方は練習しておくといいかもしれません。例えば、1弦の12フレットとか人差し指でこう鳴らすじゃないですか。で、この運指の都合上、ここでもうビブラートせざるを得ないと。このときに、じゃあビブラートするぜ、行くぜ、おいしょーって下にやっちゃうと、なんか、おいーんみたいな感じで、このおいーんって、なんかこう、おいーんはやらねえよってなっちゃうんで、まあ、上にこうビブラートせざるを得ないと。このときにその、ね、すごいちょっとやりづらいんですけれども、まあ、その練習が生かされるかなと思います。でも、あんまりやる機会は少ないと思います。けど、真面目な人は、やってみても面白いんじゃないかなという感じです。で、ちょっとまとめるとすると、まあ、とにかくその音の振り幅とかを均一に、そして元の音程に戻すということが大事。で、縦でもこの横でもいいので、いろんなビブラートを試してみてほしいと。で、それぞれ指を使う順番としては、薬指が一番やりやすくて、中指が次にやりやすくて、で、小指がやりやすくて、最後、人差し指が何気に一番むずいよという感じです。ちょっといろんな通り、いろんな組み合わせで練習をしてみていただければという感じです。で、フレーズにビブラートを組み込む場合、これもまたその決まりがあるわけではないので、なんかもう好きなところで使うということが大事です。ちょっと言い方を変えると、シンプルなフレーズであっても、難しいフレーズであっても、ちゃんとこう自然にこうビブラートを出せる人っていうのは、ここでビブラートしようってまず考えてないんですよ。なんかこう、普通にこう体が勝手に動く、なんとなくこうビブラートを入れたくなってしまって、ビブラートを入れているっていうふうにこうビブラートを入れているので、結果的に自然に聞こえるということなわけです。で、逆に、ここはビブラート入れなきゃ、ここはビブラートして、ここはビブラート入れた方がいいのかなとかって考えている人は、やっぱりどうしてもぎこちなくなってしまうんですよ。なので、ちょっと見方を変えると、どこで入れるべきなのか、どこで入れないべきなのか、まあ、そんなことは考えずに、もう自分のやりたいように弾くと。それが自然にビブラートを入れるというふうな見方もできるかと思うんですけれども、どうでしょうか。そんな感じです。さっきは一つ その目安として、そのロングトーンの時に入れるのが基本ですよ、なんていう話をしましたけれども、別にこれが世界 100%、100点満点ではないです。ちょっとこういろんなやり方をやってみるとすると、もうドとレの時。みたいな感じでやってもいいわけですし、まあ、これは今のはちょっとかっこ悪いですけどね。まあ、こんな感じでも別にそれはそれで OK ということでございます。まあ、そんな感じで上手い人っぽく聞かせるためにはという感じで、今回はビブラートのお話をさせていただきました。よかったらいろいろ練習をして、習得をしてうまく弾けるように、上手い人っぽく聞かせられるように、雰囲気のあるギタリストになれるように練習をしてみてくださいませ。それでは、青い、さようなら。